本日は眉山ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。これよりロープウェイは阿波踊り会館5階三陸駅までやってまいります。皆様の目の前に広がる街、徳島市は1889年明治22年に市制が敷かれ、当時の人口はおよそ6万人、全国で10番目の大都市でした。今ほぼ中央に見えます山が城山でございます。1585年天正13年蜂須賀家政公が藩主として入国してからおよそ300年間阿波淡路の2カ国を統治し、行政の中枢となった徳島城が築かれた山です。また石垣とお堀、徳島城表御殿庭園が当時の姿を残しております。庭園に隣接して書院造りの建物が徳島城博物館で、徳島藩と蜂須賀家に関する資料を展示しています。徳島市内の中心を流れておりますのが新町川です。現在新町川一帯は水際公園と呼ばれ、訪れる人々の憩いの場となっております。徳島市は川がたくさんあり、水の都水都徳島として PR に努めております。さて毎年8月12日から15日までの4日間、徳島市内中心部一帯で阿波踊りが開催されます。二拍子のリズムで熱気あふれる阿波踊りが披露されます。ぜひ本場の踊りを体感してください。まもなく三陸駅到着でございます。お降りの際はお忘れ物などございませんようご注意ください。またのご利用を心よりお待ちいたしております。ご案内は山本でした。